私が今所属している部門というのがエンタープライズアプリケーションという、組織に所属しておりまして、でそこではお客様の現状の業務というのを分析し、その中で抱えていらっしゃる課題というのを整理して、でそれらを解決していくためにどういう策を取ったらいいかというのを考えて、でそれを実現していくような、コンサルタント職についています。こちらが私の主な職なんですけれども、入社 1,2 年目の社員を対象に、それらの方々をまとめる LINE マネージャーの職を、合わせてやっております。5年後ぐらいにそのお客様をこう新聞とかで見かけた時に、非常に成長されていたりとか活躍されてたりとかっていうのを目にすることがあるんですけど、そういう時はもうやはりかなりこうたまらなく嬉しいというか、ああやったことか、こういうふうに形になってるんだなっていうふうに感じるので、そういう面はすごくやりがいを感じます。もう一つマネージャー職に関しては、やはりその 1,2 年目の社員の方たちが会社に慣れてスキルを上げてそれぞれの場で活躍していくってことが私たちにとって一番ですので、それらがその2年間を通して感じられると、ああやってよかったなというふうに思います。実際 IBM の就職で面接をしていただいた時に、その時の面接官の方から、今その行きたいと迷っているような業界いろいろ全部携われますよと、コンサルタント職に入りましたらというふうに言われまして、それであれば今まあどういう業界が自分に合ってるかわからないなっていう中で就職活動している人多いと思うんですけれども、私もその一人でしたので、その悩める時間っていうのをもう少し持って、かつ本当にどんな業務をしているのかっていうのをその目で見て決めることができるんだなと思いました。でそれであればということで IBM に入りました。その自分の生活に合わせた時間、自分の生活に合わせたスタイルっていうところで働けるっていうのは非常に働きやすくて、好きなことを好きなようにできるなっていうところがすごい魅力に感じています。クラウドであったりとか、うちの社内ではコグニティブと呼びますけれども、人工知能系の、テクノロジーであったりとか、そういうところにやっぱり飽くなき挑戦をしているというのを会社から感じますので、そういうところがその会社の持てる武器の多様化っていうところにつながってるんじゃないかと思います。そのお客様がその数年後とかに成長する姿を見るっていうのが一番の私の今の仕事の中で醍醐味だなと思ってますので、今後はそれをさらに広げていって、困ったなと思ったら声をかけていただくような先に私がなれればいいなというふうに思います。